出てくるから青いとこ押して。あ、通知を。そうそうそう。これ切れた時もこれで OK だからさ。ああ、なるほど。うん。了解です。はい、よろしく。ああ、ありがとうございます。眩しくないですか？眩しくない。眩しい。でも閉めれない、どうしようもない。ね、これ以上閉めれないんだ。眩しいところでどうしようもない。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。11月22日、水曜日、時刻は5時を回りました。 FM ギノワンよりサザンブリーズお届けします。お相手は私、東克明と、はい、水曜日のアシスタントひーちゃんです。はい、よろしくお願いします。ひーちゃん、2週間ぶりの登場で、はい、そうそう、だからよ、ね、なんか先その2週間前の放送では、放送終了直前に、うん、私今からタイに行ってきますと、そうそうそういうことで、間に合った、飛行機よかった、間に合った、1週間行ってきて、そうそうそう、楽しかったです。楽しかったですか。ちょっとね、この後にそのタイのお土産話をね、うん、そうですね、たくさんたくさん聞きたいなというふうに思うんですけども、海外旅行で言うと、うん、僕もね、実はちょっと行きたいところがあって、うん、行きたいというかね、ちょっと連れて行きたいという感じなんですけども、うん、韓国にね、ちょっと行きたいなと思ってて、なんてというのを、はい、うちのね、母親がね、うん、まあね、韓流ドラマ好きで、あ、そうもう暇あれば見てて僕だから夜ね、まあ、実家なんですけど今、うんうんうん、寝ててちょっと、早い時間にちょっと起きたりとか、まあ、例えば3時ぐらいにね、うん、起きたりとかして、うん、そういうリビングに行ったりすると、その3時とかまでもずっと韓流ドラマ見てるんですよ。すごい、ハマってるいろんな韓流ドラマ見てて、だから、あ、多分これ韓国とか行きたいんじゃないかなとか思って、うんうん、それは連れて行きたいですよね。そう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 、だからね、うん、ちょっとそういう、まあ、ちょっとした家族旅行みたいな感じでね、うん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 、大人になってからの、うんうん、家族旅行でなんか行けたらいいなとはね、うん、ちょっとは思ってるんですけども。あれ、行ったことあります？海外。海外はありますよ。 あるんですね。僕は海外はあるんで、あるんですけどもね、まあ、ちょっと母親とは行ったことないんでね。そうですね、なかなかねなかなかないんでね。ないですよね、多分。まあまあ、そんなね、母親のお願いもなんとか叶えたいなとはい、うん、僕は思っております。はい、ですかね、本日のテーマは、あ、基本マイファミリーストーリー、イエーイということで、そうそう、はい、そういうことでね、そうそう、では僕の母親は韓流ドラマ好きと。あ、それね。そう、私も。いうことで。家族の話はね、はい、楽しみにして。うん、ということで、皆さんもですね、そんな、ご家族の話、実はね、私のお父さんこういう人なんですとか、うんうん、お母さんこんな人なんですとかってね、そういうお話とかも聞けたらいいなと思いますので、はい、皆さんのですね、ファミリーストーリーをですね、ぜひ、お伝えください。はい、本日もですね、皆さんからのリクエストメッセージ募集しております。メールアドレスは 797@fmgino1.com、 797@fmgino1.com です。はい、お聞きの放送はこちら 79.7MHz FM ギノワンでございます。
FM ギノワンではですね、ユーストリーム、ツイキャスで映像と音声をネット配信もしております。FM ギノワンのホームページから見ることもできますので、そちらでもお楽しみくださいませ。たくさんツイートもお待ちしております。はい。はい、で、またさ、サイマル放送もやっておりますので、スマホの場合はですね、リスンラジオで聞いてください。うん、はい。パソコンでお聞きの方は、FM ギノワンのホームページにて、再生ボタンがありますのでリスラジでは完全に同じ放送をお楽しみいただけます。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、それでですね、この後5時56分までお送りしますので、皆様最後までお付き合いくださいませ。それでは1曲目いきたいと思います。西田敏行でバトンタッチ。結婚式の歌でね、うん、いい歌なんですよ。これは東さんのチョイス。チョイス。西田敏行って、この人歌っちゃってるの。うわ、うわ、全く意識しなかった健二さん。連れて行きたい、タイだけにって。腕あるなーって。恥ずかしい。恥ずかしいやつだ。連れてきたの韓国人。韓国人。韓国人。音声大丈夫かな。いや、まあまあもちろん俳優だけど、あ、めっちゃ歌うまい。そう、歌うまい。フェードアウトでいきます。サザンブリーズお送りしております。本日の、メッセージテーマはマイファミリーストーリーです。皆さんの家族にまつわるお話などを聞かせていただければと思っておりますので、メッセージお願いいたします。はい、それでは、早速ご紹介していきたいと思います。シュプリームさん、
アズマックスひーちゃん、ハイサイ。ハイサイ。今日はぼっちじゃなくてよかったね、アズマックス。本当。よかったね。先週は一人で喋りましたから。すいません。お休みしました、打ち合わせが長引いてゆっくり視聴できないけど、ゆたしくです。ゆたしく。お願いします。ありがとうございます。で、ケンジさん。こんばんは、埼玉からツイキャスで見てますよって、ありがとうございます。ありがとうございます。で、あずまさん、連れて行きたい、タイだけにですね。腕あるなーって。全く気づいてなかった。逆に恥ずかしいわ、これは。ねえ、なんか、そんなつもりないのに。そんなつもりじゃない。じゃあね、そんな、ちょっとタイの話ね、うん、聞きたいなと。まあ、聞き、まあ、言っちゃった。言っちゃった。聞きたい。いや、もう言うよ。しょうがない、これは。思うんですけども。はい。でも、そもそも、うん、これなんでタイに旅行行くってなったの？なんか、急遽、うん、誘われたんですけど、最初、インドに行かないかって言われて。ほほ !1 ヶ月だと。インド ?1 ヶ月でも、ね、こっちの生活もあるし、1ヶ月まるまるちょっと、なんかいろいろね、仕事も休んでて、ちょっと行って、うんうん、まあ、インドは一番結構行きたいなと思ってた国ではあるんですけど、あーって諦めるって言って、その人は、うん、まあもう本当にインドっていう国はもう1ヶ月ぐらいないとも足りないから、その、そこら1週間とかそういうもんじゃないからもう1ヶ月なんだよね、みたいな言って、あ、じゃあまた行くとき誘ってください、みたいな感じで、だったんですけど、うん、あとインド行く前にタイも1週間行くよ、みたいな。ほう、それは、行くみたいな感じで、うん、じゃあ行くみたいな、じゃあチケット取っとくねみたいな感じで、はーいってなって、ほう、まあ、3人で行ったんですけど、3人で、うん、ほう、まあ3人で行ったんですけど、うん、なんか1回しかお会いしたことないので、この他のお二人とはね、ええなのほぼ初対面のまま、ええ行って後の2人そう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 嘘そう、え、一回しか会ったことない人と旅行行ったの、うん、すごいね。うん、なんか、行けるときにね、海外は行っておかないといつ行けなくなるかわかんないし、なんか楽しそうと思って。で、まあ空港で待ち合わせして、うん、そう、でなんか行ったんですけど。いや、俺今コメントでケンジさんが言ってますけど、うん、ほら、彼氏集がするって。なんてよ。それはだって旅行行くってなったらね、で、3人ってあえて言うのが怪しいと。そう、怪しくないよ。でも、1回しか会ったことない人と行ったってこと。うん。そう、でも。すごいね。だから、私含めて、うん、女の子、あと一人の女の子は同級生で、まあ、初対面なんですけどね、その子も。おーおーおー。で、あと一人男の人で、だから、もう初日から、この、ほぼ初対面の女の子と部屋が一緒だわけね。もう、まあ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 。いや、初対面で旅行行ってと一緒に泊まるって。そうそう。ちょっと来ます。最初、部屋別だったらまだいいかなと思ったけど、うんうん、まあでもね、したら料金もかさばるし、まあ、ね、まあ、いや、一緒でいっかってなって、うん、で、夜中着いたし、うん、なんかもうすぐ寝るだけみたいな。だからもう、仲深める前にもう部屋、そのまま部屋みたいな。なんか、あ、どうも、お久しぶり、なんか一回お会いしたね、みたいな。だってそんなんだか、どっち先お風呂入るみたいな。あ、それも、ベッドもほら、どこ側がいいみたいな。なるよね。ちょっとなんか、気まずい感じになる。そう、なんか意外となんか気があって、なんか、あ、そうなんだ、なんか気使わないで入れる子だなって感じで、喋らなくても全然無言でもなんか、うん、気使わずできる子だったんで、すごい仲良くなって。あ、それは楽だね。うん、あ、よかったよかった。お、すごいな。仲良くなって旅行行くのはわかるけど。そうそう。旅行先で仲良く、仲深めて。そうなんね。すごいなと思って楽しかったけど。まあ、それだから初日は、まあ夜に着いてか、まあ寝るだけ。じゃあもうその次の日から、いろいろ観光とか行ったりとかして。そう、約1週間行ったんですけど、まあ初日が待って怖かったんですよ。夜中着いて、その、うん、取ったホテルがなんかめっちゃもう街灯もないじゃないですか。あ、そうなの？夜景がワン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 ってもう取り囲まれてて。取り囲え？何それ？なんかコンビニ行こうってとりあえず、うん、コンビニ行って、あ、コンビニはあるんだ。なんかめっちゃ歩いたらあって、なんか15分ぐらい、その行く前に3ポイントぐらいなんか夜景ポイントがあって。何ちょっとその夜景ポイントって何？なんかもう、わかんない。なんか、犬が集まってきて、で、飼われてるのか野犬なのかもわからないですか？まあ、ああいうところは。まあまあそうね。それマジ怖かった。囲まれると結構な数が。この3ポイントに約4匹ぐらいがこう、いるんですよ。で、こう待ってて、こうなんか、ワンワンって吠えて、こう、ついてきたりして、で、噛まれたら怖いじゃないですか、やっぱ。そうね。海外だから狂犬病とかもあるし。うんうんうん、
本当にもう初日から始め生きて帰れるかなと思ってなんかね知らない人ちょっと犬に囲まれながらさ3人でコンビニ行くってなんかウケると思ってちょっともう気をつけてひーちゃんね気をつけよう楽しかったですよそう野犬だって往復で襲われるわけでしょ往復でだから行き帰りがまた難関しかもこのさあと一人の人はさ食べながらなんか食べてるわけお腹空いたって言って犬が寄ってくる要素満載じゃないですか肉みたいなの食べてて待ってホテル室で食べてよくないと思ったけどそんなに言えないじゃないですか、まあね、なんせ1回しか会ったことないし後で食べれとかね友達だったら言えるけどさ言えずにあ今食べるんだみたいな初日のインパクトよそうそう初日だけでね語れるねこれでまあそんなんがあって次の日はまあお昼で、うんそうバンコクとかまあ回っておーなるほどでまあそうこの他の人はタイに行ったことがある方たちだったので、うん、まあいろいろで英語も結構喋れたりしたの私だけ普通にいいねついていってああみたいなおーまあ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 いいじゃないなんかそうあ助かりますって感じでついていっていい、ね、あじゃあ結構いろいろ案内してくれたんだあそうそうここはこここういうとこだよみたいな感じでいろいろああ楽しいと思いながらタイといえばなんだあのなんだあのネハン像か見た何ですかだ大仏が寝てるやつあこういうやつそうそうそうあ見てないあ見てないこれだ あれ結構有名じゃないあ有名ですねうんいやタイどこ行ったのじゃその最初に案内されたところはなんかどこ行ったっけななんかなんとか通りとかいろいろ行ったんですけどカオサン通りとかタニア通りとかへ日本人だけがいるこう街とかそうなんだはいろいろ回ったり、うん、で主にでもパタヤっていうところに泊まっててその後もう移動したんで、うん、次の日とかに、うんうんうん、パタヤはすごい良かったですなんかねリゾート地なんですけどあそうなのちょっと良、うん、かったです夜とかも結構にぎわってて、西洋人の方、うん、にぎわって野犬がいるからここはもう野犬あんまりいなかったあそこは野犬いないところここは安全地帯でそう夜とかもすごいにぎわってるから、うん、全然あんまり治安とか悪くなくあそうなんだ普通にガヤ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 楽しい街で、じゃ あ, まあ昼間は3人でそういうちょっと観光名所回ってそうそう回ってで、まあ、夜はなんかちょっと飲みに行ったりとか飲みに行ったりなんですけど、うん、このまあ同級生の一緒にね部屋一緒の女の子は、うんうんうん、お酒が飲めなくてまあはいはいはいでご存知の通り私は酒飲みでしょ大好きですよねえ酒飲まなきゃって感じ、うんまあ、飲みたいよねそうそうそうせっかくだから、うん、かでいやもうなんかホテルで夜は休むみたいな女の子はそうなんだみたいな、うん、であと一人のえちょっと行こうよってあと一人の男の人にねえ行かないのってなんかいや自分なんか他でちょっと別で遊んでくるみたいな、うん、え男の子はこの人はこの人で、うん、まあ男の人でもこの人まあ4、50代ぐらいかな、うん、でなんかもう自分は他で遊びますみたいなあそうなんだってまあまあはいはい、まあ、別の繁華街に行って、うん、えじゃあ一目どうしようって感じで普通にもうこのガヤ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 いろいろ西洋人の方がいっぱいいる街に一人で行ってえでそれでもう夜な夜な遊び一人で夜夜怖っなんか最初ねなんか一人で怖いと思ったんですけど、うん、そうでしょうよでも本当に安心だったえ帰りなんか足も24時間こう出ててなんか10バーツだから30円ぐらいでこうこの地域をこう改装してる、うん、なんかなんて言うんだっけこのあるんですよこの乗り物っていうかこうバーって使う、うん、なんか降りるときビーって押すみたいなだからなんか普通にそれに観光客みんな乗ってるから全然安心なんですよ一人でタクシーとかでもないしまあうんあで街に来たら降りるって言って帰りもなんか乗ってブイーンってでもお店は一人で行くわけでしょそうあでなんかに日本人の方がやってるバーにも行って、うん、なんかそこを紹介でなんか行ったらすっごい良くて料理も美味しいしで、ね、2日連続そこ行ってその後またいろいろなんか回ってお店って感じでなんか夜の街をなんか楽しく観光してました今ちょっとツイキャスのケンジさんからのメッセージでこのリクエストにお答えしますツッコミどころ満載でどこからすればいいか分かりませんおだうまいうまいんかおだ風でお願いします いや本当に多すぎるよツッコミどころが
そうだね。でもほら一人で旅する人もいるぐらいだからね。 いるけど、いるけどさ、ほらでも今さっき自分で言ったけど英語喋れないでしょ。喋れない。でも喋れなくても、はい、まあなんとか通じて大丈夫だ。そしたらこのよくわかんないかったんですけど、すごいね。なんかあ意外と一人でも行けるかなって勇気が出てきたから、うん、すごいいい経験になりました。やっぱでもそういうのって全然安全なとこだったから一人で、まあまあね、野犬のところは一人無理かな。それは無理でしょうね。街灯ないしあっちは。あそうなんだ。でもそんだけ、うん、まあ、ちょっとまあ観光客向けの街に、そうそう、なほらニーハクショーとかもやってます。そうなんだ。バーとかもいっぱいあってクラブとかもこうあります、うん、ディスコとかみたいな、うん、もう本当に人通りの多い街だったので、はあ、うん、楽しかったな。だからもうずっと一人寂しかったから、うん、もうインスタとかでライブ配信してこうやって、あそうなの、ますみたいな。友達かも気をつけてねみたいな。いや本当だよ。それはみんなみんなから言われるよ。そうそうそう、楽しかった。でもでもさ、まだ今1週間行ってたんでしょ。はい、で1週間のうちはずっと、まあでも昼間はでもずっとそんな感じ、いろんなところの観光行ったりとかして、観光行ったりしたんですけど、うん、でもなんか夜やっぱなんか遊んで全然起きなくて、起きたら昼ぐらいになってなんかゆっくりしてまた夜出るみたいなのをちょっとやったりもで一人で全部自由に。なんかご飯だけはじゃあみんなで行こうって言って、その辺なんか屋台とかに行って、じゃあまたどうすんの、帰る、あじゃあとか、私は一人で行くで女の子とじゃあちょっとマッサージは一緒に行こうみたいな感じで、タイのマッサージ行って、うん、帰る帰る、じゃあ一緒に行ってこうねみたいな感じで、なんかだから、まあ、会うところは一緒に行動して、うん、また別にとかいろいろ、へえ、そう、まあゆっくり楽しかった、まあまあ、観光だけじゃなく、まあほぼ一人旅みたいな、そうだ ねそういう感じだよね。近いね、支えもありながらだけど、まあでもそうね、ちょっと安心感がある一人旅。いやでも帰りお金足りなくて私、えやばかった。えそんなに使っちゃったの。その時じゃあなんか使っちゃったっていうか、うん、なんか帰りはもうこのあと2人はねインドに行ったからね、私別だわけね、うん、帰りが、はいはい、でこのそう、もう気をつけてねみたいな、一人で帰れたね、帰れたね。でもタクシー代が帰ってこれたな、僕なんか本当に良かったし、め本当に帰れん、どうしようと思って。本当だよ、言われた年代よりさ持ってなかったわけ。ええタクシー乗って、タクシー、そうタクシー乗り場で、うん、で一応交渉して、で最初この一緒に行った人が多分300バーツで、うん、まあ約いくら300バーツっていくらなの、3倍だから900円、1000円ぐらいか。あそうなんだ。でまあ絶対空港に行けると思うよみたいな、調べたら1時間ぐらいだし、うん、あそっかって、だから400バーツ残してたわけ。あって買い物とかして、ちょっとちょっと余裕、ね、お土産とか買った、はい、そのぐらいでいっかって思って、でしたらなんか500バーツって言われて、ほう、持ってない持ってないってか、500バスとか取りすぎじゃんと思って、うん、え無理無理400しかないみたいな手紙伝えて、うんうん、ジェスチャーで、うん、ノーノーノーみたいな、オッケーみたいな感じで、じゃあいいよみたいな、あよかったと思って、したらさ高速を乗ったわけね、はあ、高速代って言われて、待ってちめ高速代払ったらさ400バスなくなるさ、本当に400、バスしかないから、うん、あでもあはいって言って、でも高速乗らないと確かにもう時間もギリギリだし、なんか、うん、あこれつかないなと思って、タイめっちゃこう混んでるから道が、あでも、うん、だ高速乗ってくれたのは良かったんですけど、どうしようこう今ね行ってさ高速で降ろされたら嫌じゃないですか、帰れないと思って。いや怖い、ハラハラドキドキしながらめっちゃもうお腹痛くなってきて、うん、もうどうしようどうしようみたいな、友達もやっぱりお金足りないし一人だしどうしようみたいな感じで、も空港着いた時にお兄さんにタクシーの、うん、ソーリーもうこれだけしかないって300いくらか小銭をもううんって言ったら、うん、もうオッケーオッケーみたいな感じで優しくて、うんうん、本当にソーリーソーリーテンキューって言って、まあ無事空港にたどり着いて帰れたんですけど、あよかったね、本当に焦った、もうよなんかもうギリギリ過ぎたなと思って、そうなんだ。英語もねやっぱ喋れないから伝えられないから、そうよね、まあでも向こうは完全にそういう日本人っていうのはよくわかるよね。そうですそうです、うん、だから優しくてよかったんですけど、そのねタクシーの方が、まあ、っていう最後までちょっと、びっくり仰天で、よかったね。まあでもだからもう最初500バーツって言われたんでしょ。そう500バーツでってなって、多分それちょっとふっかけたんだろうね。でもなんかさ、うん、そのタクシーのこの間に入ってくれる人たちがいて、うん、その人たちが交渉してくれてて、うんうん、
メータータクシーに、でこの人ね500って400って言ってタクシーの ね、お兄さんにじゃなくてしたら、うん、鼻でふんふんって笑ったから、お前400あ、じゃあ300って言ったら、うん、どんどん300って言ったら笑われたから、多分300でお前いけるわけないだろって意味で笑ったんだと思うんですよ。私も土地感がないから、うん、まあ、確かに縮めたら、ね、え、意外と遠くないって思ったんですよ、うん、でふっかだから分かんないけど一応300しか、ノーノーノーみたいな、何言ってんのみたいな感じで、まあまあね、あ、じゃあ400すいません400しかないって言って、うん、タクシーの人に聞いてくれて、うん、OK 乗れみたいな感じで、うん、でも高速でさらにこう請求されてそう、だからね高速で、あ、そ、そうだよね、いや400しかないって言ったじゃんって感じ、そうだからね、そうなの、いや向こうからしたらでももしかしたら高速代込みで500って言ってたかもしれない、そうかもね。ね、最初。そうだからちょっと勉強もうちょっとね、なんかもう気をつけようと思って勉強になりました。それはね、そんなギリギリのお金で。ギリギリね、本当ね。ギリギリまでなんか買い物して、タクシーも乗ろうと思ったらもう列で来てて。あ、そうなの。これ間に合う飛行機とか思って、そんなギリギリ帰れんかったらどうしようってちょっと焦ってただって一緒に来た人はもうインドの方に行ってるわけでしょ、もういないから助けも求められないし、別の空港だったんで、ああそうか、バイバイ気をつけてねみたいな、それは心配になるよそうなんです、そういう出来事がね1週間あって、はあ、東さんがぼっちの間に、本当だよすごいな、私はタイでぼっちでした、本当だそっちの方が怖いな、そうそうひーちゃんの行動力すごいな、楽しかったですけど、まあね、本当に無事でよかったね、うん、無事でよかったそれ本当にそれこそなんかもう家族にそんな話したら心配されてしょうがないんじゃない、うん、ねえ、だからしてないでしょうね、聞いてると思うけど言えないね、言わんかったそんな状態だったって言わない、あんた何よって言われたらね、絶対言われるよな大丈夫楽しかったよで終わった、それ以上はそこに何もあんまり、ね、それは言えないわわーすごいな、その状況、そういうことがあったね、はあ、すごかったわいやすごいな、行動力がほんとすごい、 ありがとうございます、またじゃあなんかもしかしたらまたどっかね旅行とか好きだから行くんじゃないですか、いろんなところ、ね、行きたいね、いっぱいいろいろ行きたいです、ね、その時はまたねいろいろエピソードをお話しします、ね、お願いしますよ、はい、お願いしますはい、以上、ひーちゃんのタイ旅行記でしたイエーイ、はい、では CM でーす、
サザンブリーズをお送りしております。はい、今週投資のメッセージテーマはマイファミリーストーリーです。皆さんのご家族のですね、エピソードを教えていただければと思いますね。まあ実際の肉親じゃなくても、何ですか、お兄さん的な人とか、あ、はいはいはい、ね、そういう人っているじゃないですか。